はい、お疲れ様です。まあ、年齢を重ねるとね、その分だけ知恵が働いてきて経験が豊富になるということもありますけども、悪知恵が働いて恥を多く塗り重ねるという言い方もあります。まあ、今回はね、あまり言いたくないんですけども、老害についてまたお話しようかと思います。老害ですよ。お手本になるような年の取り方をしないといけないときに、一つの老害として、麻生財務大臣がいらっしゃると思います。今、副総裁ですけどもね。というのが、少子高齢化の原因は、若い女性の 問題だということなんですよまあつまり責任的なですよね自分たちの政策が悪かったから子供が少なくなるような国になってしまったってことを全く反省してないんですよもしくは本音で自分のせいじゃないと思ってるのかもしれませんねまあ、麻生財務大臣ってのは何か問題が起きたらお前らが悪いんだっていう方ですからね自分に責任があるとかね いいことがあったら皆さんのおかげ。悪いことがあったら自分のせいっていう思考は全くないですから。悪いことがあったらお前らのせいだ。いいことがあったら俺の力だ。みたいなねいや。本当にとんでもない人間ですよね。こういうふうな歳の取り方はしないようにしていきたいなというふうな反面教師でございます。ちょっと記事を読みましょうか。自民党の麻生副総裁が少子化をめぐり一番大きな理由は出産するときの女性の年齢が高齢化しているというふうに、個々の結婚事情を、まあ、本当に否定するようなね、発言ですよね。 結婚しないとか出産しないのはお前ら女のせいだぞみたいなことを言ってるわけですよ。いや、こういった人間をね、支持する人,人がね、いるっていうのはま、信じられないわけなんですけども、いや、さらにこういうふうに続いてます。ツイッター上では少子化は様々な要因が複雑に絡む問題、そもそも万婚化してしまっている原因を考えてなどと言われてますけども、まあ、こういうふうなね、思考にはならないんでしょうね。麻生財務大臣ね、こんな歳の,の取り方はしちゃダメですよ。 もう人前に出てこないでほしいですね。で、記事は続きます。ちょっと別の記事になりますけども、今度は京都新聞でございます。はい、えー、京都新聞にはね、別の老害が語られています。えっ、ー、と、なんとですね、70代の、まあおじいちゃんですね、えー、懲役2年6ヶ月の判決が下ったということです。70歳から懲役2年6ヶ月というと、まあまあ結構な負担だと思いますけども、でもね、それにあまりあるような人生を台無しにするようなことをこの人はしてるんですよ。 なんと、11歳の孫娘。ということですから、小学生の女の子。しかも自分のお孫さんにですよ、性的虐待、いわゆるレイプ行為を働いてるわけなんですよ。こういった事件って多いですよね。もうね、あれ、旅の恥は書き捨てって言葉がありますけども、人生の罪はあの世に持ち越せないってことを、やっぱり分かってるんでしょうね。こんな老人がいると、天国も地獄もないもんだな、っていうふうに思うわけですよ。むしろ地獄はこの世の中にあると。 ま、被害に遭われたこの女の子、果たしてこれからどんな人生を送ってしまうんでしょうかその頃にはこの70代のね、男性はこの世からいなくなってるわけですから、罪人消えて、まあ、被害者だけ残るみたいなね、ほんと悲惨な世の中、若い人たちを大切にする気持ちは一体お年寄りにはないんでしょうかえ、判決によると男は2021年4月から6月の間、自宅で当時11歳だった孫娘の服を脱がせ、体を触るなどの猥褻な行為をしたと。 とんでもないやつですね。性的虐待は被害者が小学校、高学年の頃から続いており、被害者が学校の教員に打ち明けたことで発覚したと。まあ学校の先生はね、本当に相談相手にはふさわしくない人なんですけども、今回良かったですよね。ただやっぱり、両、ご両親にね、これ打ち明けにくいですよね。このおじいちゃんの立場どうなっちゃうんでしょうか。おじいちゃんとそのお子さんがいらっしゃって、そのお子さんの、さらにお子さん、今回被害を遭われた、 女の子ですけどもね、これから中学高校と本当に清い恋愛をしたいなと思うところ全部台無しにしてしまったのがね、自分のおじいちゃんというね、身勝手な人間だと思いますよ。こういう人間は懲役ではなくて極刑に処すべきだと思うんですけど、いかがでしょうかねもさばらしといていいんでしょうかうん、なんかね、私はこういうふうな年の取り方をするべきではないと思うんで、ここにこそ日本のね、問題の根本があるんじゃないかなと思います。この世の中を悪くしてるのは年を取れば取るほど、 知恵を、悪知恵を積み重ねていく、まあそういった人たちなのかなと思います。まあね、11歳の女の子、10代の男の子、女の子が、重大な、なんかね、社会に影響を与えるようなことができると思いませんけどもね、それよりも、こういった78を過ぎて、未だに世の中にね、害悪を振りまいてる、いわゆる本当の老害ってのが、いなくなることを切に望みます。 星を取れば取るほど知恵のある人でこの世の中は固めていきたいかなと。優しさの多い人で埋め尽くされればいいなと思ってます。